シャロムダジャハオチョの意味だ天国家夫人でございます。今日もね、印を掘りながらつらつらと掘り語っていきますけれども、今日は何と掘るかと言いますと、超楽と長い楽しみというか、長く楽しむというかね、まあね、どんなに長生きしても楽しくなきゃしょうがねえみたいなね、もうどうも苦しくて苦しくて、生きていたところでなかなか本当に辛いだけになってしまうんで、とりあえずね、もうめでたい言葉はいっぱいあります、長生きしましょう、みんなね、やっぱり長生きしたいよね。だけどただ長生きするだけじゃさ、もう本当に拷問のようなね日々をね、長生きで暮らしたところで、それはもうなんかね、楽しくないよね、もう。まあね、その起死回生で何が起こるか分かんないかな、その苦しみの後に、めっちゃ楽しみがあるかもしれないけれどもさ、その楽しみが来るまでに本当に来るの、それを待つだけみたいなね、そういうところでは本当に苦しいでございますんで、何をもって楽しみかっていうとね、まあお金があって、素敵な彼氏彼女がいてみたいな、そういうところなのかもしれないけれども、もうどうしてもそれだとね、他のそのなんていうか、他人というかね、他の物質によって、その楽しみを得るっていうのはね、自分じゃどうしようもないですよね、だから、どんなに頑張ったって、素敵な恋人が得られないこともあるし、どんなに頑張ったってお金が稼げない人もいるしね、そのお金稼ぎもさ、その得意増えてっていうのがあるからさ、だからそこら辺もね、どんなにそのエンジニアですごいもう器用な人でもさ、社長さんになってお金稼げるかっていうとそうでもなかったりっていうところもあるじゃない、だからさ、その自分の得意なところでこう生きてね、そのなんか他のものによらないその楽しみというところを見つけられるとね、それはね、なかなか生きてていいんではないかと思うんですよ。でもなかなかね、その難しいですよ。だから例えばこういう転国とかやってもね、それは楽しいではあるけれどもさ、結局さ、自分一人で楽しむことだけに集中ってなかなか難しいね。どうしかっていうとさ、やっぱりこう人に見せたいとかさ、こうね、人に褒められたい、すごいですねみたいに言われたい、そうすると他人に依拠したその楽しみになってきて、その他人と比べてあの人より上手くなったぜみたいなところだと、まあね、それでもいいんだけど、そうするそこの部分がなかなかね、その自分己のみで、楽しめる世界っていうのがあるといいけど、今度はね、そうするとね、商売というところでね、仕事とか完全に趣味ならいいんだけれどもさ、そのなんていうかね、仕事をやってる時に、その仕事っていうのはその他人に認められたいとか、そういうところがあるじゃないね、だからね、そんなところをうまく折り合いつけて、やっていかなきゃいけないんだけれどもさ、どうしてもね、そのね、この楽しむという、そのやってるうちに楽しいって何みたいになってくるからさ、もうだんだん最初は楽しいんだけど、それが義務になってきてさ、もうえらいこっちゃみたいになってさ、もうそれでやる気なくなっちゃうみたいなところあるから、長く楽しむね、長くね、だからその一時の楽しみってのはね、まあ例えば映画を見るでも何でもいいんだけれどもさ、そのなんか長年のその友というかね、こうやってると楽しいんだよなみたいなね、そういうところがあったらいいなと思うんだけどね、ここ最近ね、今更なんだけど気づいたことがあってね、いろんなやる気が出ねえみたいなことが結構あってさ、そうしたらどうしたらね、そのやる気がないっていうか、その だるいとか、なんかだらけた感じ、ずっとなんかモヤモヤしてぼーっとしてるみたいなさ、それをさ、なんかさ、一発で解決する方法見つけちゃってさ、何かって言ったらさ、寝ればいいんだっていうことが分かったわけよ。でどうしてもさ、仕事とかあるじゃない、仕事とかあって、そのなんか夜やらなきゃいけない、昼間別のことやっててね、まあうだうだしちゃったりして、あ、これを今日中にやらなきゃいけないみたいな、まあ YouTube もそうだけど撮らなきゃいけないと思ってさ、この店でこもってさ、夜1時2時3時とかずっとやって、結局できなくて朝ぐらいになってから慌ててやるみたいな感じでさ、それで家帰って朝帰って、でそれで、ほぼ寝ない状態でまたね店に来てって言ってるとさ、昔多分これで全然平気だったのよ、もうだって2日徹夜とか当たり前だったりしたからね、だけれどもさ、それがここ最近は本当
当になんていうかね、寝ないとダメだな。それで、もう結構ね、この店で今ね、北鎌倉に天助っていうお店をやっててですね、ここの後ろのところがちょっとね、バックヤードみたいなところが空いてるからさ、この床でさよく寝ってるわけですよ。もう昨日も僕ここで寝たんだけれどもさ、これね、床で寝るの昔も全然平気で、僕どこでも寝れる人間だからさ、駅でもどこでも何でも、ね、寝るんだけれども、このね、布団で寝た時の疲れの取れ具合、やっぱ現代のマットレスというそのなんか体にフィットした何かしらみたいのはね、結構ね、素晴らしいもんなんだなっていうことが、だからこれね、夜ね、寝りゃなんとかなるんだっていうことが分かったわけよ。と言いつつ、そのなかなかね、寝ることがなかなか、なんか寝ると罪悪感みたいの結構感じちゃってさ、あ、やる、これ何やらなきゃいけないのに、しかも昔は夜の方が仕事がはかどったんですよ。本当に夜になった瞬間目がギンギンにさえてバリバリ仕事ができるみたいな。ここ最近さ、起きててもさ、生産性全然上がんないわけよ。うん。だからね、あのなんかうだ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 してるとね、昔子供の頃ってさ、夜の時間って長かったと思うんだよ。例えば小学生の時ね、紅白歌合戦、低学年の時紅白歌合戦をね、最後まで見ようと思って、もう眠気との戦いでもうギリ起きてたみたいな感じなんだけどさ、もうなんか年取ってくるとさ、あっという間に夜の1時になり、あっという間に2時3時となって、もう夜が明けて、もうここ最近は夜が明けるの早いからさ、あーもうね、知らんできたみたいな、外がね明るくなってきた、やべえやべえ寝なきゃみたいな、あーもう次の日も早く起きなきゃみたいなところがあるわけですよ。だからね、なんかね、あっという間に夜の時間って過ぎるのは早いんだね。うん。でそれでお昼ぐらいから活動し始めちゃったりするとさ、そうするともう一日があっという間でまた夜だみたいになってくる。ところがね、夜がっつり寝るとですね、もうだいたい11時とか寝ちゃってさ、そうするとなんか知んないけど4時とか5時とか目覚めるじゃん。それでうだ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 してても、結局8時ぐらいまでうだうだしててもさ、まだ8時なわけだな。うん。でそんな中でね、なかなかね、夜早く寝るということはね、夜寝る、なんかね、昼寝もするのも、もうしょっちゅう昼寝してるけどさ、だけどなんか夜ね、がっつり寝るのとね、昼間で寝るのの疲れの取れ具合って結構違ってさ、もうだからね、朝シャピーンって目が覚めるその楽しさみたいなね。うん。で、そのね、なんかね、やっぱり、結構疲れてくるとさ、一日中寝ててもね、寝だめがしても足りないみたいなところがあってさ、もう今まで結構、まあ店を休まずに、水曜日が定休日になってるんだけど、それもさ、ずっと店に来てね、仕事やってたりしたんだけれどもね、ここ先月ぐらいからね、ちょっとね、水曜日家で休むようになってね、これで体調が結構ね、なかなかね、なんかね、もうしばらくちょっと鼻炎とかついちゃってね、なんでこんな話をしてるの、そうだからね、超楽ですよ。長く楽しむにはね、健康、今こういう時期だからね、いろんなことがあるけれどもさ、だけれどもこれはね、健康に一番近いのは寝ることではないかと、今更なんか当たり前だ、そんなことを言わずにもみんな分かってるんだけど、これって意外にね、多分ね、思いつかないんで、しかもね、もう俺もそうだけどさ、真面目なんですよね、日本人はね。もうだからなんかね、なんかそう、寝るとかそういうことはね、怠けてるんじゃないかみたいなね、そういう意識が出てくるんだよね。うん。だって何日か徹夜してますっていうとさ、なんかすげえなこの人みたいなさ、あ、この人もう睡眠時間削って仕事してるっていうのは、そういうのが美徳になるけど、もうダメよ。若い子はいいけどさ、もうね、40過ぎたらですね、もう寝ます、もう寝ないと仕事の生産上がんないから、もう楽しめないんだよ。もう長く楽しむにはやっぱり健康でございます。まあね、食べ物だったりなんだり、そういうところの気使うところもあるかもしれないけど、寝ときゃね、体が元気なら免疫どんどんできちゃいますね。病気にならないんじゃないかと思ってね。うん。だからやる気が違うよね。ぐっすり寝た後のなんかシャピン感、あ、なんかいきなり朝起きた瞬間腕立て伏せやっちゃおうかなみたいなね、そういうことになるんですよ。うん。まあね、しっかり寝てる人たちはいいけどね、寝てない人はね、仕事はあります。それで焦る気持ちもありますけれども、寝ましょう。僕もね、寝る、あとね、なんかね、こううだう、ね、眠いんだけどなんかね、スマホいじっちゃうみたいな、ずっと YouTube 見ちゃうみたいな。うん。
そういうとこもあるんだけどさ、なんかね、それで早起きするとですね、夜自然と眠くなりますんでね、そんな感じでございます。ですんでね、長く楽しむにはね、もう最近今更かっていう感じだけど、40後半になり始めですね、寝れば長く楽しめることになるんではないかと思うんですよね。そんな感じでございます。ということで今日はね、この大きさはね2センチで縦長ね官房院風のやつで、主文で枠をねちょっとね今回はねつけないで掘ってみましたよ。こんな感じで、仕上がりました。さあどんな感じでしょうか。押してみましょうね。今日ねなんかね印泥がね、なんかネチャネチャでねあんまり良くなかったので黒で押しました、スタンプ台で。はい、というね可愛いね、こんな感じでございます。超楽、長く楽しむ、長く楽しむにはね健康でございます。寝ましょう、みんなぐっすり寝ましょう、ということでございました。ではではまた次の動画で会いましょう。さいちゃんバイバイ、超楽。いつしか